義師四十七図、大高玄五忠雄大高忠雄玄六十六に二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼楼氏四十七市の一人、本姓は安倍氏、家門は丸二三世、吉子家領。通称は玄五玄五また、使用という画語を持ち、徘徊にも、自責を残した。大公家は、平安時代から続く名門である。欧州豪族、 安倍貞党の一族で、欧州の大高官を本拠としていたので、大高氏を称するようになったという。その後も、大々大皇家は、安倍氏着流に仕え続け、江戸時代にも、安倍氏、安藤氏の着流である、道のく国見春藩主は北氏に仕えていた。直大皇家も、安倍氏一族の出自であるので、大高本家は、藩主と同じ、秋田姓を名乗ることを認められていた。 言語の父である忠春は、この秋田家の諸子であった。諸子であるので、秋田の仮名ではなく、大高岡米とし、野朝野町直に仕えた。朝野家では新山ながら二百国という工具であった、ことからも大公家の出自の良さが伺える。漢文十二年、赤黄藩市、大高忠春の長男として、赤黄に生まれた。幼名は六郎。母は、小野寺秀和の姉。 弟に、小野寺秀富がいる。遠方4年4月3日に、父、忠春が死去したため、大高家の家督を相続。ただし、父が200国であったのに忠雄は20国5人ぶちしか、相続を認められなかった。藩内では金奉行、前番元型、腰物法などを務めた。水間仙徳に弟子入りして、徘徊を学び、廃人としての才能を大いに発揮した。 同じく廃人として名高いカヤの重ゲや神崎、ザ安などと並んで、浅野やサンバガラスなどと称されていたと言われる。廃海舟、ニつの竹を返著したのも仕様である。元六九年の三勤交代への従軍で初めて、江戸へ入り、翌年十年に赤王へ帰国するが、その時の旅の様子を気候文にして、定中気候を表している。ところが、 元六十四年三月十四日、市君、浅野長典が、江戸城少子王廊下で、吉良義中に人情に及び、浅野長典は即日切腹、阿光藩は改役となった。この共変の際にはただ阿光へと向かい、阿光城内の論争では一貫して、大石義雄派として行動し、大石の名役にも加わった。阿城後は、 大津や京都に住んだ。忠男は、大石の信任が、かなり熱い人物の一人で重要な局面で、よく使者に立てられている。元禄14年9月下旬、江戸急進派の堀部竹常らが、大石義雄の上最高運動中に、それを差し置いて、吉良義仲への仇討ちを強行に主張して、大石の江戸下校を迫った際には、陳部の使者として、神道春式と共に、 江戸へ派遣されている。元禄十五年七月、浅野長則の弟、浅野長広の広島浅野総計への長預けが決まり、浅野家最高が絶望的となり、大石は京都演山での会議であだ打ちを決定し、大石は命を惜しむ者に、脱命の機会を与えるため、新門返しを実行することとしたが、この際にも、同志のところを回る者として選ばれたのは、この大高忠夫と、 海が友信であった。元禄15年9月18日、忠尾は江戸下校にあたり、合正面や前衛門より26両を借用。また遺作として、三つの竹を江戸下校直前に出版する。信仰のあった水間千徳や宝井企画など、早々たる廃人学を寄せている。そして10月18日に、主君のあだ、良義仲を討つため江戸へ下った。江戸では、長人、 和や新兵衛を名乗った。廃人としての縁からキラヤ出入りの茶人、山田総編に入門して、12月14日に、キラヤ式で茶会があることを突き止めている。大石義雄は、忠だの入手した情報を、横川宗久が親しくしていた光月之助と親しい、坊主の元に来た手紙の情報と照らし合わせて、信用し、この日を、打ち入りの日と決める。キラヤ式への打ち入りでは、ただは、 表門体に属して大立ちを持って奮戦。木良義仲の首を上げ、一行は朝の長典の眠る千学寺へ入った。千学寺では使用を知る僧侶から一句を求められ、山をさく刀も折れて、松の雪の一句を残した。江戸幕府により、大石の着難、大石義兼らと共に、柴三田の松平正史家の中、屋敷へ預けられた。元禄十六年二月四日、 河口老子へ切腹が命じられ、忠田は松平や預かりの老子10人の最後に、切腹の座につき、梅でのむ茶山をあるべし、死での山の一句を残した。松平家家臣の宮原より安の解釈で切腹。去年32、改名は、羽生一謙信寺。宮原は、この解釈の後、著名な廃人でも殺さねばならない、武士家業というものに嫌気がさし、武士を捨てて、 酒屋に展示ている、阿公市死編三室主管、阿公四十七四列伝、義士命名伝より他、ありがとうございます。